皆さんこんにちは、お久しぶりです。前回はカードリーディングで満足するっていうテーマで、メッセージをですねカードを通して、お届けさせていただきました。で今日、フォーリング降臨降りてきているメッセージ、チャネリングメッセージ来たので、お伝えしたいと思います。はい、まずですね、自信を持つ、つまり自分を信じるっていうことですよね。で今日なんでこのトークについて掘り下げながら話していきたいと思います。今円安とか、いろいろなね、天変地異とかね、海外の事情なんかもあって、すごくこう観光客の方とかそれに対する対応とか、海外に行かれる方とかね、いろんな出入り、とにかく本当になんかこうバタバタするような感覚あるんじゃないでしょうか。特にまあ4月からね新学期が始まって、で5月ゴールデンウィーク、海外に行く人もいるだろうし、出かける人としてそういうお客さんが来る方もいらっしゃって、今まさにもう大忙し、国内も国外もなんかお休み中で、すごくこうバタバタ感がある時期でありながらも、4月からずっとね3月のお別れ、卒業があって新年度が始まるみたいな感じの時を超えてきてると思うんですけど、それに重なって円安がどんどん進んでいってですね、物価が高騰するっていうところで、不安とかね、なんかこうすごくこう疲弊したような感覚とか不安が高まるんじゃないかなって思います。海外にいる私でも、非常にこう心配になるというか、どうなるんだろうなっていうふうに思うこともありました。でその中で私が今こうやって伝え、動画を撮れていることが本当に嬉しいです。聞いてください。それはですね、自分を信じるっていうことに条件なんかいらないよっていうことです。そう、自信っていうのはですね、自信っていうのはこう、私はできる、こんなにできるもんね、私はこれで OK みたいな感覚ですよね。まさに満足するみたいなところに近いんですけども、自分にこう信じるっていうのはまたちょっと違うような側面、もうビーイング存在として、どこにいても何がどういう状況であろうと、自分のことを私はこれでいいんだもんとか、私はこれで OK っていう丸をつけてあげる、自分自身に。そしてそれかつ自分を信じるということはですね、何をしても私は OK だし最高だぜって任しときなみたいな感覚じゃないですか。でそこに私が今日伝えたいのは、条件っていらないですよってことをつけないでって。でそれはそんなの、そんなことってどこに根拠があるのさあんたって言いたいと思うんですけど、私がお伝えしていく中で今日も言えます。でいろんな情報が流れる中で、いやいやそんな何もしてないし、私には何もできないし、全部中途半端で、自信なんか、自分を信じるなんてそんなのしていいわけないじゃんっていうモヤモヤ感今湧き上がってくる人、はい、今もうすぐに先に手放しちゃいましょう。どうせ手放すんだから、そう、手放してください。手放します。はい、根拠のない、だけど根拠あるんですよ、うん、いわゆるその、情報化社会の中でもういっぱい、親から学校から社会から国から海外から、そう、お友達から、旦那様から、奥様から、おじいちゃんおばあちゃんから、国、いろんなところから いろんな情報が流れてくる中で、自分を信じるっていうことがわけわからんくなってきてると大変なことになります。で私はフランスに来てますので、海外の経験もありますし、海外経験ある方ってもしかすると経験あるかもしれませんが、その国の言語が喋れないと、もうボロクソに言われたりとかも、あと人種差別ですね、そういうものも世界はある。また世界レベルになってくると、いろいろなところで、自分の信じる、自分に自信を持つことをとにかくボッコボコにやられるっていう経験もあるわけですよ。それは自分がやりたくてやってるのかもしれない、スピリチュアルソウルの話で言えば、うん、この世界のカオスを味わいに来てるので、まあ、ふと止まってみると、うん、やりたくて やりに来てるのかもなという、まあ、そういう考え方もあるわけですけど、まあ、ちょっと今日はそれを置いといて、そういう風な経験、うん、してきて、アスリートの方とかもそうだと思うし、私もバレエをずっと勉強してきて、プロには全くなれない、体力もないですし、もうないないないですよね。そう、もうそういうのってもうあるあるじゃないですか。何をやっても出てきますよね、料理しても。そうだから、そう、完璧を求めるとそういう風になってくるし、何かを作る、そう、想像していくと、やはりそういうギャップ、ちょっとしたこういうズレみたいなの、ここ作りたいけどちょっとここがっていうようなものって、もう DNA、
そういろんな側面でですね出てくるわけですよ、ね、でその中で日々のそういったカオス、うん、これまでも話してきましたような、まあ、因果とかそういうものもありますが、それぞれの置かれてる状況とか持ってるものってあるじゃないですか。今この私のこの条件ってカードじゃないですか。持ってるカードがあるじゃないですか、うん、でそれを行く場所場所行く場所とか出会う人々、あらゆる人生の中の場面でね、言ったらそのカードでああもう負けたとかねそう、あのいろいろあるじゃないですか。そうだからそれをなんかこう何て言うかな、ここ障害者障害競争よ、障害物競争ってあるでしょ、障害物競争、私大好きだったんだけど、障害物競争でこういろいろ見ていく中で自分のこうもの能力とか自分のできることとかって体感していくじゃないですか。小学生の時どうでしたか、運動会で、どんな感覚がありました。いろんなレースあって1位とか2位とか3位とかね、ビリとかあるけれども、結果子供の時ってなんか別にそんなに残らないというか悔しいって思うこともあったけど、学校の中のそういうスポーツのいろんな種目がある中で負けてもそんなに引っ張らないっていうことないですか。だからそこなんでそういうことになるかっていうと、なんだろうな、もう全部丸なわけですよ。そう、それっていうのが無条件の、無条件に自分を信じるってことで、ここからがミソです。ここからは私がカオス、この世界ってコントラストでできてるって話を昔したし、皆さんももうご存知かもしれませんが、対極ですね、陰と陽、うん、丸があったら×がある、黒があったら白があるっていう逆でバランスを取ってるわけですよ。そうそうそう、なので私が今日こんなメッセージを皆さんにこの動画でスプレッドできる、広げることができるっていうのもですね、これまでの私の人生があって今ここに私が生きていてっていうところで成立してる奇跡なんですね。で、自分を無条件に信じる、そう、自分がすることなすこと全て最高、任しとけみたいな感じの感覚、そう、うんうん、しっかり、うん、やるからさみたいな感じの感覚よ。そう、そこに根拠って何もない。だからそこで失敗しようが、うまくいかなくても、それでもなんていうかな、でうまくいったらほら見たことか、やってやったぜ。でうまくいかなかっても、このこれがあるから味があるんじゃんっていう感じでパス、プロセスになっていくわけですよ。でまたね、それを変えていってもいいし、自由自在なんですよ。どうにでもなるわけですよ。そういうふうな、そのクリエイター、演出家としてのこうタグをこうしっかりとこうもう持ってる、自分の中にこう持つ、にやみたいな感覚、そう、まあこれを本当に表現しているのが映画で永遠のゼロっていう、名作、岡田准一さんが主演をやってて、皆さん、あの人気のね、なんとか春馬さん だったっけ、あの亡くなられた方ですけど、そう、三浦春馬さんを共演された映画、もしまだ見られてない方はぜひ見ていただきたいです。永遠のゼロね、最後はもうめちゃくちゃいい場面ですので、あの私が今日お伝えしたことがフィードバックしてふと思い出してもらえたらもう光栄しかないんですけども、そうだから自分の人生のハンドルを国とか家族とかね、パートナーとかそういうものを全部超えて、うん、なんかこう自分で常にそのハンドルを持つっていうことが自分を信じるってことよ。そう、その自分の飛行機とかまあ何でもいいんだけど、自分というこの体の乗り物に乗ってる時点でもうハンドル持ってるから、それで自分を信じる、もうそこに条件がいっぱいくっついてるんですよ。それっていうのは私の経験談聞いてください。なぜそれがしにくいのか、はい、私のまず子供の時に、9歳の時の話します。はい、で私学校教員だったんですよ、もともとで、いっぱい話していきたいし、まだこれから多分ね言っていくことになると思うんですが、まだまだたくさん改善すべき点がもう世界中の教育機関いっぱいありますよね。そうで、それはその批判するのではなくて変えていくっていうことでもうたくさん動かれてる方います。で経験談とかやっぱりその炙り出していくっていうことは絶対いるんですよ、出てないことがあるから、それで良くなっていくわけですけれども、で私それが出せない人たちがたくさんまだいるよってことです。うん、そうだから、そうですね、それによって良くなっていくわけです、世の中っていうのは。うん、で私9歳の時にですね、転校したんです、田舎の学校から、市内の学校
で、その転校先の1年目の、私小学校2年生だったんですけど、その時の担任の先生の方針が、嫌いなものの給食全部食べなさいの人だったんですよ。うん、皆さん経験ないですか？私これまた別で撮りたいと思うんですけど、今日はこの自分を無条件に信じなさい、国とかじゃない、親じゃない、修行もいりません、今ここで茶碗を洗う自分を最高だと思え、床を磨いてる自分、もうトイレする自分、風呂に疲れてる自分、眠ってる自分、今日起きれてる自分、今日選んでる服がどんなのでもいいですよ、とにかく生きてる自分自身に、最高、これ自分信じてます、信じれる、生きてるぜって、どんな状況でもその生きてる自分、そうにもう這いつくばっててもいいですよ、その今息しててこの声が聞こえる、私のこの動画見てる人、見れてる自分になんか信じてほしいの、その自分を信じるってそういうことです。自分を無条件に信じるってそういうことです。何でも信じなさいってこと、自分のやったことをやってることを、絶対大丈夫だから、そうで、それは今から話しますね、私が経験したことを聞いて、あとは自分で解釈してください。あのその先生がね、女性の先生だったんだけど、今確かその人ね28か9歳ぐらいだったんだけど、なんかもう肝が据わってた、うん、でそれで私転入してきて、転校してきて、給食嫌だったんですよ、嫌いなものもいっぱい出るしね、知らない食べ物もいっぱい出るので、私お母さんのお弁当が食べたかったんだけど、田舎って食べれるんですね、で給食制度があったわけです、市内のマンモス校に移って、でそれで案の定私が嫌いで全く見たことがないようなキクラゲとかですね、そうなんかもうトマトの酢でなんかすごい締めたやつとか、キュウリの酢のものとか、もういろんなものが出てくるでしょ、日本の給食って素晴らしいし栄養満点だから、そういうことを考えていろんな多種多彩なこうものが出てくるわけですよ毎日。で私はねもうね、そのメニューを見ながらもうね、アウシュビッツかっていうぐらいね毎日怯えてました。今日は好きだ OK、 今日の日、今日は幸せに暮らせる、うん、で明日明後日は嫌いなものが入ってっから、やばいどうしよう、どうしのごうか、どうサバイバルしようかみたいなモードで生きてました。それは多分過去世界の記憶もあるんだろうけど、本当にそうだった。でなぜかというと、その先生が嫌いなものは全部食べなさいという、まず宣言をしたんです、クラス内で。私その瞬間にゲゲゲって思いました。でそれはなんとなく分かってたから、親に何回も転校する前にね、お弁当の学校にしてねとか言ってたけど、まんまと裏切られた。まず親に裏切られましたそう言い方がちょっと悪いけど、そこまではまあ別に根に持ってないですけど、まあまずそういうことが人生の中で起きた、あるあるだと思うんですよ。で意外とこういう話って出てきてないわけですよ、みんな忙しいから、けど出さないといけないと思ってる。で私この話正直学校で働いてる時に議論で出したことあります、正直で。ちょっと改善に向かわせたこともある、だけどまだまだ私一人の、もっとこれ足りません。コメントしてください。あの学校で給食とか食育に関して理不尽の経験したことないですかっていうことね。で私はねそこでね、えらい目にあったのよ。もう本当に、まあ、消化するのに正直もう30年ぐらいはかかったって感じですね。ここまで言語化するのに時間かかりました。はい。だから家ってことだと思うんだけど、あの、その先生にね、で私ね、嫌いなものはね、もうね、吐きそうになりながら食べるわけですよ。そう、ほんで、うーっとこう思いながら、もう牛乳でキュウリとか流し込む感じで食べるわけよ。ほんで、うちの兄も嫌いなもの多かったので、私よりもっと残されてた。うん。そうで、私はもっと牛乳で流し込んで無茶するタイプだったから、もう飲み込んじゃえと思って、もう今思っても気持ち悪くなるぐらい、その酢の物とか嫌いだったから、子供だし今大好きですけど、もうそうあらゆる手でお茶で飲むとかして、もう泣きながら食べてました。うん、友達とも遊びたいし、あと給食で残されるっていうことがダサいし、もうすごい犯罪者みたいな気持ちになるわけよ。なんか嫌いなものがある人は悪い人みたいな感覚が、ムードがなんか学校でね、私の時はあったんです。 その時平成ですよ、まさに昭和から平成になった時よ。そうだから、そのとだからまだあるよ、この時代に。そういうことお母さんとかお父さんに、ね、私ねこれ聞いてほしいんですけど、いやでそれで苦しかった、もう我慢できなかった。毎日毎月ゲー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 言いながら、えずきながら、週にまあ 3,4 回ぐらいえずきながらご飯食べてました。うん、いやそもそもご飯食べてるのになんで牛乳飲まなあかんねんっていう違和感もあったし、 そう、まあ、それはまあ割り切ってね、ちゃんとそこはまあ嫌いとかじゃないんでできたけど、正直その違和感があった、自分にその選択肢がないというところ、うん、そうだから急に
ほんで私耐えれなくなって、もうね、なんか吐きすぎて気持ち、もうその涙目になって、もうこういい子だし、私もまたいい子だったから頑張らなきゃみたいな感じだったんで、こう島かに食べてたわけですよ。ドゥッとかなりながら、そう。ほんでもうきついわけですよ、けど体的には虐待ですよ今思えば。だからそれをパンに挟んで食べてみたりとかしたわけよね。嫌いなものが出たらもう見たくないとかで、でできるだけパンの甘みでごまかそうと思って、だけどもうね、なんか慣れてきてね、なんかさ、なんかきつくなってきて、なんかもう慣れてきて、もう無理みたいな感じになって、私ももうそういう状況ってわかりますかね。もう本当にこう、うん、逃げないといけないじゃないけど、しのいでるわ、サバイバルなわけですよ。そういう時のサバイバルの人間の心理って、もうなんかもうアーミーとかだと思うんだけど、そんな感じでした。小学校2年生で田舎にから市内に出てきて、でそれをさせたのはその先生なわけよ。そうだって、先生によって方針違ったんだから、後から。でその1年目私は運が悪かったんだよね。でそれはまあ後々の私に影響はしていくんですけど、もうその時は地獄なわけですよ。そう、もう地獄でなんかもうむちゃくちゃなもの、砂を食えとか鬼にやられてるような感覚ですよ。そう、まさにカルマですよね。そういう感じだった。でそれでもう私耐えられなくて、生き延びて体を守るために、なんかもう持って帰ろうとしたんですよ。パンに挟んでポケットに入れて、私家に持って帰り始めたんですよ。ちょっとでもこのゲーゲーを吐くために、もうえずいてましたから本当に。そうで、先生は全く気にしないわけよ。1クラス40人ぐらいいて、でもそんなに残ってる子もいなかったけどね。そうだけど、もうそれからもう、いやお前は食えよみたいな感じで見てたんだろうね。だからめっちゃ忙しくてノートの採点とかしてたと思うんだけど、私はもうその横でムーッとか言いながら食べてるわけですよ。そうで、もう無理だからこうやって隠してるの、こうやって。家に持って帰ってもうそれで捨ててました。ポケットの中が嫌いなものがあると、もうびちゃびちゃになってたスカートの、だからポケットがある服を着ていってました、嫌いなものがある時は。でそれ自体が私にとっては自分を信じるっていう、ありのままでそれでいいんだよ、私は自由だよ、うん、いい子なんだ、私はそのままで素晴らしいんだっていう感覚を削いでくれたのね、その経験が、その方針が。私を見事に、それもずっと大人になるまで、この先生の方針が、そして親はそこに文句を言わなかったことで、私は一人でサバイバルしていたこの状況が、私と生きる一人の人間の、周りの友達ももしかしたら影響したかもしれないけれど、その先生の対応がね、さらにあるの。私のその場面、それを隠してるっていうことがね、前の男の子がね、なかなかナウティー、やんちゃな子だったんだけど、言うなよって言ったんだけど、バラしちゃったんだよね。そう。で、私を完全に、その子も被害者やけど、悪人、そういうふうなことが悪だ、ルールを破った、嫌いなものも全部食べなければいけないという、その先生の、なんていうか、ファシズムですよ。だって学校全体のルールじゃないし、そう、でその先生の方針だからファシズムよね、完全に。でそれで私はそれによって悪にされちゃったんですよ。祭り上げられました。その後クラス全員の前で、ちょっとこっちへ来なさいって、みんなに囲まれて、普段あんなにいい子だった私が、辛いからパンはもう無理だから、体が必死よ、うん、胃がもうやばいから、そう、もう赤目になりながらやって、そのパンをポケットに出してみなさい、何したお前はって言われて、いやもう無理だったんでってパンを持って帰って、それを出しました。もうそれだけで恥ずかしい、いい子だった分。そうで、その先生は私に何にも共感しなかった、なんでそれをやったのか、ダメでしょみたいな感じで怒ったのね、みんなの前で。そうで、周りの子供たちも子供ですから、いやールール破った、悪い、すごい卑怯者みたいな感じで言ったので、私はそれを誰も、あ、嫌いなものが我慢できなかった、食べてたんだけど我慢できなかったという、その寄り添いとか、その共感、体がもうエモいみたいな共感はもうゼロです、ゼロ、一切ない、誰からも、校長先生からもないし、もう密室で起こってますから、クラスの中で、うん、で家に帰りました。で私は本当にそういうことも、もう辛いわね、もう嫌いなものを頑張って食べてきて、もう必死ですよ、生きるために、生きるつもり、子供にとってはそうなんですよ、うん、でそれの上に祭り上げられて、悪にされたわけ、卑怯者っていうレッテルをバッシリとはめられて、私はもう言ったら後ろめたい悪いことをした卑怯者っていう、もう刻印をいただいたわけですよ。そうだけど、私のお父さんがすごくいい人で、その後私は数年経ってですね、そういう話が
で、お父さんがね、私のお父さんすごくこう論理的で、すごくやっぱ男性でそういうとこあるじゃないですか。で、その話をね、なんかお父さんと何でも話せたから言える時が来たんですよ。そう。で、そしたらね、それはね、けどね、その年は無理だった。そういう9歳とか、そういう時にね、その真っ只中でそんな話はできなくて、もう必死ですから、もう日々が。うん。で、しばらくしてね、何年後ぐらいかな、もう、本当に中学校か、ぐらいになって、余裕が本当にそう話が、議論とかができる年になってからお父さんに話したら、いやいや、その先生だってね、嫌いなものあるでしょうって。完璧にじゃあ世の中のものをその先生で全部食べれるのかとか、嫌いな色とかね、嫌いなその、なんというかその先生に好き嫌いがあるだろうって、うん、その嫌いなものを絶対的に取り入れなさいと言われたらどんな風な気持ちになるって言われたんですね。私それ言われて救われたのよ、うん、あ、救われたって思いました。私の考えは間違ってなかったのだと、私は悪いことをしたんじゃないって言われたんですよ。だからといってうちの親がその教育委員会に怒鳴り込みに行ったり、今流行ってる告発ですか。私もしばらく考えましたよ。30代ぐらいの時に、いや、あの先生まだいるから50代ぐらいで多分ブイブイ言わしてるので、教育委員会にやっぱりその食育の問題、嫌いなものを押し付けて全部食べましょうねみたいなって今もあるんですよ。正直幼稚園とかでもやってるよ。気をつけてね、親御さん。そうで、大人にだって嫌いなもの、好き嫌いがあるんで、そのフランスのうちの今の旦那にも話しました、このエピソード。うん。教育の話でね。で、フランスってそれやっちゃうともう犯罪ですよ。うん。完全に暴力ね。そう。で、なんでかっていうと、その選択の自由というものがあるからです。嫌いなものがあることは問題じゃないんですよ。その時点で。そう。なんか無理やり押し付けてね、食べなくてさらに食べてみようねとかいう声掛けはあるよ。そう、これはこんな風な味がして、うん、なんていうかその工夫してね、うん、ちょっとなんか美味しいよとかそういうことはあり、食べてみるように、その肯定的な働きかアセスメントはいいと思うんだけど、その先生が私に対してやった、私がもうめちゃくちゃこう不運、今後の人生、まあ、スピリチュアルのかこう架け橋になるじゃないけど、まあ、一つのね、こうし、私が、まあ、経験した因果ですか、そういったことっていうのはですね、悪にしたってことね。その選択の自由がある、嫌いなもの好きなものがあって良いと、選べるんだっていう肯定的なそのエネルギーをずっと流し続けるっていうところで、私はお前は悪だ、卑怯者だっていう、もう人格形成の時期において、その人格を本当にこう、なんていうの、自分を信じる、嫌いなんだもんだって、この食べ物今苦手だし気持ち悪いし美味しくないんだもんっていう感覚の、なんかそういったことをね、食に関して喉を通るものですよ。でそれをね、すごいこう、いや嫌いなものも食べろって言ったやったわけじゃん。でそれに対して食べなかったらもう祭り上げられたわけよ、クラス全員の中で。その男の子も言われたのも嫌だったけどさ、そう怒られたからね、みんなの前でこう囲まれたからね、私先生みんなも、だから四面楚歌ですよ。うん。そう。で、それでまあ、すぐに終わったんだけど、まあ友達とも全然仲良くしたんですけど、友達もわかんないからね、なんでそんなに囲まれてるのかとかね。そうそうそう。まあ、聞いてみたいけどね、覚えてる人いたらもう無理だから、そう。なんかそういうエピソードがある。そう。で、幼稚園で働いていた時で、その後ずっと私はどこか何か自分の中に、多分ね、その自分の中に後ろめたさみたいな、こう罪の意識とか、そういった冒涜っていう、なんていうのかな、こう罪の意識、自分がいかんことをしたみたいな感覚ってね、無意識で、ね、あったと思う。うん、そう。正義感がもともとすごい強い子でしたから、その分すごいガンってくるわね。そう、もう本当にショックだったっていうか、もう、なんだろうな。もう必死でしたからね、その9歳とかの時点で。まあそういうことがあったってこと。客観的に聞かれてね、本当にこう、今はなんかどう解釈されるんだろうって思うけれども、こういう声ってね、上がってないと思うんだよね、意外とまだ。だけどね、今告発ブームだからさ、なんかある種。だからどんどん上げていって、変わっていく時期だと、私は思ってて、で、学校の実際に私は教員してる時も、幼稚園でこのようなエピソードってありましてですね、やっぱりその、自分の教育方針になんかこだわり、変なこだわり持っちゃってる若い先生、女の先生とかがやりがちで、なんか嫌いなものとかを食べきるまで全部昼食時間が終わってるのに延々と残してる教室ないですか？私ね、本当にこれね、やっぱね、ちょっと教育委員会全体に通してね、もうね、言いたいんだよね。食事って楽しくするもの。
ですごく人格にすごい影響があるっていうところなんですね。で今日のこのエピソードで私はそもそもその、まあ、フランスに来た時も結構あったよ、日本にも多分あると思うけど、これができないからお前はダメだみたいな風なことを言ってる大人、あなたはもし言ってたらやめてくださいね。そうで、そういうこと言われてる人がいたら、言われた経験があるとかした人はもうふざけんなって思っていいですよ。でそれをその人悪にする、さらに今日は一歩進んでそれを悪にする時間をカットしてください。そうじゃなくて、それを自分は理不尽を経験したからこそ、うん、なんか自信持てってこと、それだけで、うん、終わってるから、それがだから因果なんとかだろう、因果応報であろうと何であろうと、そうそうそう、だからそこを今言いたいのはこれです。だから自分が経験した理不尽とか、もし誰かにやったのならば、それはもう終わりだから、気づいた自分に自信持てってこと、もう絶対それは自分で気づいていけるから、うん、そうで、そして今度どっかで被害に浴びてるとか、何か自分が与えていたリードしていく場面で、それは絶対に役に立っていくという一つのトレジャー、宝になるっていうことなんですよね。で、まあ、こういったコントラストをもとに私今日、まあ、一つエピソードお話しできますが、他にもあります。例えばフランスに来るとフランス語が、ベラベラ喋れないともう全員否定されるムードがあるわけです。怒られたりとか、まあ、例えば日本に来て日本語がマジで喋れない外国人さんとかいたら、本当おじいちゃんおばあちゃんとかだったらびっくりするだろうし、ある程度ありがとうございますとか、まあ、聞き取りっていうのはできてほしいなっていうのはありますよね。そうそう、せめて勉強してますとか、ちょっとその、うん、そういった一言が欲しいっていうのがあると思うんですけれども、私本当にマイナスぐらいから来たので、英語ができるけれどフランスっていうのはやっぱりそういったところがあって、やっぱその過去のその経験の、潜在意識の意識とかもあって、ちょっと最初の方にフランス語が喋れないからって言って美容室断れたりとかですね、そのなんか、なんでっていうようなことも経験したんですよ。まあ、今全然平気ですけど、でそれも分かってるから、あの潜在意識とかやってるんで、ああはいはいって気づいて、まあ、外していくとなくなるわけですけれども、でなんでこの話するかっていうと、そういう出来事がいっぱいあるよっていうことです、私も含めて。だからそこがあっても、うん、毒親とかね、言葉流行ったじゃないですか。でいろんな、今政府だったら円安にしてる、誰々が悪いとか、その周りに悪いのを作って、私もその先生憎みましたよ。その9歳の時に私を祭り上げた女、今50歳ぐらいだと思うけど、うん、でもう今でも腹立つけど、その怒りを自分の自信にしたらいい、うん、そう、理不尽を経験した人は強いです。優しいし強いですよ、それは分かってるから、うん、それ一つの真実なので、この世の、うん、なので、理不尽を経験してない、私ずっとでも大丈夫でしたっていう人も同じですよ。そう、それはそれで同じで、別に辛い経験をしなさいということじゃなくて、自分を信じるっていうことは、そういう経験をした私とか、そういう経験をしてすらも、自分を信じていけるよってこと、うん、自分を信じなってことです。今もし、ハラスメントとか、なんかめっちゃ否定されて生きてる人とかこれ見てるとしたら、もうこの私の姿を脳裏に焼き付けといてください。何言われても信じるの、自分を。その言ってきてる人とか言われたこととか、うん、憎む方向に行くんじゃなくて、とにかくトイレ行ってもいいし、花に水あげてもいいから、とにかく日常の造作の中で常に自分最高、これでよしって思いながらやってみて、そしたらね、そういうことがどんどん広がっていくんで、そうで、さらにはあなたが今経験しているとか、これまで経験してきたような理不尽がものすごい貢献になる日がやってくる、絶対来る。私がだから幼稚園で、すでにまあ日本の幼稚園で働いて、そういった場面に遭遇しました。そうだから私知ってるじゃん、その理不尽を、子供の気持ちがわかるじゃないですか。でその先生がやってるおかしな矛盾にも気づくわけよ。先生嫌いなものありますかって言ったら、その先生、うん、私何々が苦手とか言ってたんですね、若い先生で。私先生だからさ、その時対話するじゃない。で私を確認したから、その先生嫌いなものあると。でその先生はけど嫌いなものを食べる必要ないじゃんね、けど子供は選べないわけよ、その環境とか弁当の具とかも、まあ、ましては給食であったりとかすれば。そう、戦争だってそうですよね。大人が起こした戦争のおかげで今子供たちどんどん死んでいってる。この話もまたしていきます。だけどそういうふうにして、子供に対して大人が食ですね、そういったもの、いろんな言葉もそうだけどね、いろいろ言うっていうことは大きな罪です。絶カルマ
ちょっと充電が切れちゃったのでストレッチしながらお話ししますけど、なのでですね、まあ、これ今回私のその学校という教育現場ね、結局それ私あの園長先生にちゃんと討論してですね、まあ、子供をそうやってあまりこうその個人のね生産に任せてあるんだって、でその教育方針としてですね、食育に関して嫌いなものどうするとか食べ残しに関してどうするとかっていうことの指導のなんか統一が本当になされてない学校が多いということが2019年の時点で分かってるんですよ。で私それちゃんと報告して、しかもそれを定義する先生すらいない、うん、ちゃんとまとまってないです。現状としては法律としても定められてない、そういったことをなんか私みたいなケースがあったらダメですよみたいなのもないですよ。だから怒ってると思うよ私、多分あの上がってきてないだけでみんな忙しいから、あのあると思うけど、ものすごい大事なことだと思ってて、そう、まあそういうあのことがありますよっていう今回一例を私の実際この声でね上げさせてもらいました。またこれ討論にねしていきたいと思ってるぐらいだから、私はそのいちいち教育委員会とかに行っていくつもりも言いたかったけどね、そう、どうしてくれんだよ私の人生。で学校の教育とか親のあのほらしつけってそういうことあるじゃない、私の人生どうしてくれんねん、あんたのせいでみたいなことになってくるやん。だけどそれをやってるとダメですよってこと。で私がラッキーなのはその食育のことに関して他のことが忙しすぎて、あのもう無我夢中で他のことに夢中になってたから、そこに恨みを抱かなかったってことよね。だから下手したらそこにものすごい恨みを抱いちゃう子だと問題行動とか起きるわけですよ。そう、大人を嫌ったりとか学校という場所を嫌ったりとか、で私みたいなケースだと学校の先生なんかまし絶対なりたくないみたいなことになりかねないけど、私の場合は教員免許も取ったわけですよ。だからすごくポジティブだったわけですよ。で別に恨みもないし根に持ってないでしょ。だから前向きよね、そう、学校という場所に対して。だけどそれはラッキーだけど、その先生がしたことっていうのは私はすごく良くないと思ってる。だけど今のジャニーズとかもそうですけど、告発をして人生かけるほど暇じゃないのよねって私思ってんだよね。だからもう個人の自由だから、どんどん自分でやっていける時代なので、別にその教育委員会にどうこう言いに行って、その先生すいませんでしたって言われたところでですよ、毒親とかもそうじゃないですか、あの時はすいませんでした、はいとかってこう今ね自分の人生とかに頭下げられたら、じゃああなた幸せになれるの、気が済むんかいって問いかけてみてください。あの時に嫌なことされたあの人とか、まあ毒親であったりとか、まあその誰々さんに謝られてみなよ、もっと惨めになるよ。そう、まあお金が欲しいなら、まあ取るためにやるんだろうけどね、人は。だけどそれ以外にもっとやれることはあるんですよ、気分よくいいエネルギーを出しながらね。今そういうの流行ってるじゃん、なんとなくムード的に。そうだけど、そこから私たちが気づけることって何って言ったらさ、やっぱり円安とかもあるけれども、あの自分を信じるってことね、無条件に自分がやるんだよ、それは周りの人がやるじゃなくて、もうこういう声を元にしてやるんですよ。できないことすらも自分を信じることにしていくんです、全部。もうこけたっていい、筋切ったっていいし、なんか私みたいにフランスに来てボコボコになるっていうのをやっても、常になんか、だから落ち込む時もありますよ、嫌な思いしたら。感情があるんで、振り子があるんで、感情があるから、この野郎ってめっちゃブチ切れる時だってあるしさ、喧嘩もしたことだってあるし、泣いてね、へこんで動けないとかも全然あったけれども、自然なことですから、それは。うん、だこういった話を聞いて、それを自然なことなんだと思ってほしい、人間として。そうそうです。だから、なんだろうな、自分を信じるというのはそのことを全肯定することです。そうで、あのね、自分を信じるっていうことが本当にちょっと体感的になんかもう分からなくなりやすい、分かりにくくなりやすい人に一つ私から提案があります。日本人ってね、もともとすごいスピリチュアルなんですよ。で私海外に住んでるから思うんですけど、どこの国の人よりもすごく他の人の気持ちとか、その場の空気とかが読めちゃうの。うん。自分はそうでもないって日本にいたら思うかもしれないですけど、周りの世界の人っていうのは、それが本当になんか言語的な関係もあるのかもしれないし、もうそこはちょっと面倒くさいから説明しないですけど、日本人というのはそういう、空気とか気とかがすごく勘がいい人種なんですよ、もともとは。
理性的だしすごく理論的な話し方をするし、感情とかアメリカ人とかに比べるとね、全然ね、なんかこう、うん、あの本当にね、こう感情とかも出さない、もうユニバーサルスタジオのアメリカとか行ったら分かると思うけど、もうリアクションが本当に薄い日本人はあの中で行うから出さないんで、基本的にはやっぱり全然違いますね。でそこに対して否定的になる必要もないので、なんかもう無条件としか私も言いたくないんですけど、何でも丸なんだよね、無条件っていうことは。そう、うまくいかないとかボサボサとか、もうなんかブサイクでも何でもいいから、うん、なんか自分を信じるっていうのをね、どんどんしていったらいいと思う。円安でもいい、正直円安でもこんなのお客さん来てるし、もうどうなっていこうが、原爆まで落とされてるんですからね。だからそれでも日本好きだし、何のこう恥ずかしい気持ちとかもないわけですよ。好きじゃないですか。そうだからもうそこまで経験してる国ないですよ。でそれでそこまで慣れてる、他の国に嫉妬するわけでもないし、なんか恨みをすごい持ってどっか攻撃しに行くとかもしないじゃない。こんなに悟ってる人種っていませんのでね。そうだからもう全部ちょっと一回ゼロにしてみて、自分の中でね、この今日私が話したことも思い出していただいて、無条件に自信を持つじゃなくて、自分を信じるっていうことを本当に意図してほしいんですね。意図するってことは言霊ですから、そうなる、もうなる、これ見た人はもう自分を信じる。だから周りのこととかどうでも、まああるなっていう感じで感情は動くと思いますけど、多少だけど、自分が信じられないっていうことがどれほど辛いかっていうことですね。そうそう、だから自分を無条件に信じられないことっていうのは本当に人を生きづらくさせます、私の人生の経験上。だからその9歳の時の経験っていうのはすごく、この自分が悟りを得るまでには本当に自分にとっては、なんかこう今となっては肥やしだとかいろいろ言えるけど、なけりゃどうなってたかいって話よね。そうっていうのも思いますよ、正直。だけどちゃんと全てのことは必然で意味があって、今こうやって話してる、聞いてる人がいる、うん、で日本の食育にそういった変な問題が起きなくなるように私は祈ってるし、こうやって声を出すことで、言えなかったからね、正直。これ言ったらなんか、へえ、そんなことするやばいやつだったんだとか思われるのも嫌だったから、話せないじゃん、言ったら。だからジャニーズのやつって告白した人もさ、結局言っちゃいけないムードとか言えないような感覚になるから言わなかっただけですよね。だから話すことで何かが改善されていったりとか、周りの人が安心するとか、大丈夫だって思える人が増えるわけじゃないですか。うん、いろいろ、まあその画策とかもあるかもしれないけど、それを超えてですよ、もっとフレッシュに考えた時に。そうそうなんです。だから声を上げるっていうのはすごく時間もかかるし勇気がいることなのよ。でそこに突き込んでる人もいるわけじゃん。そうだ、今のその先生とかもさ、私のこと叱って悦に浸って仕事をした気になってる、なったかもしれないけど、ね、偉い人になってるかもしれないよ、学校教育関係で、ね、いいお給料もらってるかもしれません。そうだけど、いろんな人いるけど、そこにけどエネルギーを注いだところで、あの物事は進んでいかないじゃないですか。そういう人でありたい、私は。だから、うん、そのなんかあの県のね、なんか教育委員会にどうしてくれんだよみたいなことを言いに行ったところで、いや違うんだよね、そうじゃないの、そこじゃないんだよね。こうやって声を上げていって、同じ経験をしていくことがもう二度とこの日本という国からないようにしたいという思いが私はあるわけですよ。だから私は実際仕事でそれを生かして行動に移したし、でそれで変わりました。子供たちの時間を延々と2時とかまで食わさない、その弁当を、嫌いなもう給食をもう15分以内で打ち切ると、そういう風にする。最後残してもマックス、まあ、プラス15分ぐらいと決められた時間でね、そう延々とダラ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 一人だけなんかゆっくり食べてる子がいるような風景あったらもう言ってください。この話出していただいても結構ですので、そうやって一人一人が自分を信じる、無条件にエネルギーが、こういうガッツポーズ常に取ってるっていうのが増えることで行動力は増していくんですね。もうそれが骨抜きになって誰かのせいにして、何がか悪いからどうなんだっていう風な、なんかベースでいると、ひょろひょろになっていくんだよね、エネルギー取られるから。そうで今日はね、この
自分に自信を持つ、自分を信じる、自信じゃない、自分を信じるっていうことに役に立ちそうなことをおすすめしてみたい。霊気、日本人ってもともと全員ね、手のひらを使ってね、ヒーリングできたんですよ、全員。昔、私霊気ヒーリングやってるし、霊気ヒーリングできる人も多いと思うけど、日本人っていうのはもともと手のひらで手当てと言って、具合が悪くなったら手を使って、こうやって自分で気をね、呼吸でねってやったりとか、エネルギーを、元気玉とかもあるじゃん、ああいう感じでやってたんですよ。で、自分がエネルギーという目に見えないものがあって、でそういうものを自分の健康とか元気とか、そういった場の調整とかに使ってたんです、人に対しても。でそういうことを勉強する、霊気ヒーリング、日本人って日本からできたんだから、霊気って、そうで、世界中にありますよ、フランスにもあります。だから霊気ヒーリングを身につける、力を得るっていうこと。私も公務員辞めてね、自営業をね、やりたい、ヒーリングの仕事に進みたいって決めた時にね、まず言われました、龍神の、なんか龍を、龍とのご縁をいただいた方なんだけど、力を持ちなさいって言われました。力を持つということは、まず自分を信じるってことです、基本としては。で、条件がないんですよ。だからそういうこと、いろんな、何がなくても、何かうまくいってなくても、自信も、自分を信じるのですよ、うん。そう、だからトイレ行くときに、トイレができる自分を信じる、トイレをしてる自分を信じる、 OK できてるみたいな感じ、そんな感じ。自分を信じるっていうのは、そういうこと、寝てる、ね、寝てるぞみたいな、うん、ご飯食べてるぞ、休んでるぞ、サボってるでもいいですよ、何か休んでるんだから、疲れてるんだから、それだけ、水を飲んでるぞとか、そういう日常の行動を通して自分を信じてください。それが一番やりやすいです、うん。それでいいのですよ、他のことじゃない。 YouTube のフォロワーとか、インスタのフォロワーとか、お金の儲け具合とか、 TikTok がどうとか、もういっぱいつけられてるじゃないですか。そうじゃない、それはどちらかというと不満につなげるようなエネルギーでできてますので、そう、自己承認欲求とかあるじゃない。そうじゃないんですよ、自分の信じるの、自分が。周りはもうシャッザン置いとく、一旦、そう、そういう姿勢を常にベースを持っておかないといけないんですね。それが本当に昔の人は持ってたと思いますよ、うん、本当に。そうだから、それもっとやっていいっていう時期なんだと思います、本当に。でそれを使われないようにすること、自分でちゃんとハンドル握る、自分を信じる。そうすると知恵も回ってくるから、どうしたらいいかも分かってきますよ、どうしたらいいかがはっきり分かってくる。そう、日常の行動でこれね、日本人しかできないと思う、周りのね、そのね、海外の人とかね、意外とやりにくいと思う、外向き思考だから。そうやってください、うん。でツボね、今日ね、ツボの話をします。日本ってツボがあるじゃん、アキュパンチュアポイント、外国ってあんまりないんですね、これ東洋医学だから。で膣マッサージも結局ツボの話なんだけど、膣内でツボがあるので肝臓の調子とかも良くなってくるわけですよね。だからむくみとかもこんな感じで、こうニキビとかも消えていくわけです、膣マッサージすると。だからツボの話です。そう、ツボをここ100へですね、こう押してください。ツボを勉強して100へってあるので、自分で押す。でそのツボというものを日本人としてですよ、生まれてきて知ってる、うん、ご縁があること自体も力にして もらいたいと思う。そう、日本食を知ってるとか、そう、日本人であること自体も力になるじゃない。で周りはもういろんなことが起こった、あだこうだ、もう円安がどうだとかね、その誰々の政治家がどうとか、もう親がどうとか、そういうことはもうね、全然どうでもよくなってくる。まずそこにエネルギーを注ぐ、意図してつながること、うん。今年のこの後半、5月終わって6月からですよね、自分の無条件で信じる強さ、これが本当に強いです。そう、海外に行かなくたっていいんですよ。私はたまたまフランスにご縁ができたから、フランスでそういうことも見てきた、海外の、まあ、なんていうか、こうフランス語が話せないとどうなるのかとか、でも実験でね、そう経験したわけですけど、そういうの好きでやったんでしょうね、多分。だから一緒、自分を信じてると、条件が別に揃ってなくても気に入ってもらえたりとか、仲良くできたり、何でもできますからね。どうでっていい、そういうことは関係ないんだよね。そう、本当に関係ない。自分を信じてると、どうでも、どうにでも転んでいく、いいように、自分の中で。そうだって全肯定じゃないですか、うん。だからそうさせない世の中になってきてて、私が先ほど前半戦で述べたように、
嫌いなもの食べろっていう命令するファシズムのその女の先生がいて、29ぐらいのその人の言うことを聞かなかって隠してっていうことをしたがために、私はなんかもう祭り上げられて悪みたいな感じで、悪い子でなんか卑怯者みたいな感じですごい汚されたわけじゃないですか、言ったら。いやあんたもで私のことを救ったのはお父さん、その話をして、いやその先生にも嫌いなものあるだろうって、うん、それ無理やり食わされたら嫌だろうって、やってみなよって言ってくれたんですよ。その視点が本当にねなかったのね。でそういうこと言ってくれるあのお父さんに本当に感謝したね。本当に救われました。だからそれを言われて告発しようとかも思わないですし、その客観的な視線、あの姿勢を持ちなさいっていうことがすごく身につきました、うん、そういう脳の仕組みができた、うん、そういうふうな客観的に意見を言ってくれる人とかもうそういうものがあるんだ世の中にはということなんです。だから今いる自分の状況を疑うということも一つの手ですけれども、それをやってると変な方向にまた行ったりとか闇を調べたりとかね、なんかこう陰謀論とかそっちの方向に行っちゃうので、そうじゃなくて私の場合は王道でシンプルにいかなることがあろうと自分を信じるを意図する、うん、そう無条件で、はい、やってみてください。今日はたくさんお話ししましたが、それをきっかけとしてそれを強めることとして、もしよかったら霊気ヒーリングを始めてみるとか、体験しに自分がやれるといいよね。自分がやれるようになってほしくて、霊気ヒーリングやってみたい。ヒーリングをする。うん。で、使って人を癒すという、自分に力を持つということ。で、それから、ツボヒーリングで、この自分のツボでね、ヒーリングしていくっていうことをマスターしていく。どこに何のツボがあって、何に効くのかっていうことを、もし、リラクゼーションとか不調があるならそこを調べていくとか。でそれをできるそれをしている中で自分になんか力を持つというか、自分を信じる、そう体とつながる、ここをしたら調子よくなる、そうそういうこと。じゃ今ねこれまで自分とつながる内側と自分軸っていう話をしてきたけれども、もう今、これからは自分を信じる、無条件で、うん、何でもいい、そうあらゆる行動でやってみてください、これから。うん、はい、じゃあこれ切って携帯オフにした、そんな自分を信じるぜみたいな感じです。本当にそういうことですよ。では終わりたいと思います。今日このメッセージをチャネリングを下ろせて本当に私は嬉しいです。でこのチャネリングが降りてくるたびに私は動画撮ってますので、ぜひ意図するいいね押してください。そう意図してください。私は自分を無条件で信じる。そうさせないすべて破壊してアンクレートします。ライターモングデメポドポコナショートポイザンビヨンス。破壊しました。はい。そうさせないものがあるけれども、もう絶対大丈夫、できていくし、決めたらそうなっていくから。今度は、あなたがそれを伝えていく番になるはずです。うん。そう、惑わされないでください。惑わされないというか、その、うん。常に自分を信じる。そんな感じです。それが揺らぎそうになった時はリラックスをして休む、今のツボをするとかヒーリングをするなどしてまた自分を信じるように持っていくということで、よろしくお願いします。降りてきたのでそのように話したいと思います。何があっても大丈夫、うん、ということで終わります。美味しいものを食べて水分をしっかりとって、ケーキ作ったりとか買いに行くとかして、ゆっくり、過ごされてほしいなって思います。はい、ありがとうございます。それではまたお楽しみに。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。またね。ありがとうございます。